2-11 のストーリーを見て 2-12、2-13 までをやろうかなと思います。はいはい、ボイスありで。よし、倒した。え、そうだったかしら。クロノグラフのおかげかしら。なんかちょっと強くなったような気がするのよね。前と同じにしているつもりなんだけど、どうも力が出すぎちゃうっていうかさ、加減が時々うまくいかないのよ。まあいいじゃない、それはそのうちどうにか調整できるでしょ。それよりも本題よ。どう、何かまた思い出すような兆候ってきた？そう、女王が消そうとしたものだけにそんな簡単にはいかないよね。やっぱり地道にやるしかないのかしら。排気領域は広いから、せめてもう少し場所や条件が絞れたらいいのだけど。何言ってるのよ、そもそもあんたのせいじゃないでしょ。むしろ被害者なんだから堂々と甘えてればいいの。それにドクターもクロノグラフに興味津々だから、持ち主のあんたに協力することでそれも調べたいのよ。だからギブアンドテイク。本人だってそう言ってたでしょ。だから気にすることないわ。私だって嫌だったらそもそも関わってないもの。はい、この話は終わり。一日は短いのよ。さっさと次の場所を探索しましょう。あら、誰かこっちに向かってくる。他の組織の人かしら。ああ、気づいてくれてよかったよ。ここで戦闘してたのはお前たちか？ええ、そうだけど。何か？これが飛んできたので持ってきた。何かのデータ資材のようだが、自分は見たことがない情報体でね。ウイルスか何かの可能性もあるので、捨てるか迷ったのだが、一応渡しておく。直接触れないように簡単なコードでラップしておいたが、開けるのも開けずに捨てるのも自己責任で頼む。ありがとう。私はネウ、円卓の騎士ランスロット、フォークロアだ。横取りしてもわからないのにわざわざ持ってきてくれたんだ。ああ、自分はノラのフォークロアだから、組織間の陣取りやら資源集めには興味ないんだ。それにウイルスの可能性もあると言っただろう。後で受け取ったことを後悔するかもしれない。だから礼などいらないよ。もっと、そうだ、お前たちこの辺りで魂食いを見たことはないか？魂食い？何のこと？まだその名前では広まってないのか。では聞き直そう。アバターやフォークロアを食ったポーンを見たことはないか？この辺りでは見てないわ。私が見たのはこの間町に出てきたやつだけよ。ああ、その件なら知っている。自分が探している個体ではなかったようだ。他のは見たことがないわ。ランスロットはその魂食いを探してるの？魂食いとは特定の個体名ではないよ。最近複数の組織で広まり始めたアバターなどを取り込んだポーンを指して言う隠語だ。ランスロットは非契約なのよね。非契約だとそういう情報を得るのは難しくない？そもそも排気領域への出入りはどうしてるの？できないわよね。ねえ、確認したいのだけど。お前は質問だらけだな。一体なんだ？ランスロットってずっと排気領域にいるの？まったく。ネウと言ったか？お前、人からおせっかいとか言われないか？ちょっ図星か。いいやつだな。わかりやすくていいよ。排気領域の出入りなどは心配ない。なんといっても自分は円卓のランスロットだからね。単独ミッションは慣れてるんだ。
サバイバル生活も問題ない。でもそれだけ有名なフォークロアなんだから、どこの組織だって受け入れるだろうし、契約すれば探し物のバックアップも。契約？契約だって。あの、何か気に障った？ああ、すまない。お前たちには関係ないことだな。今のは忘れてくれ。驚かして悪かった。ええ。では、自分はそろそろ行くよ。もし次に会った時に何かあれば教えてくれ。わかったわ。ではな。あ、終わり？謎じゃな。どうやって入ったんだろう。そしてそこに留まっているというのか。過去に契約何かあった？何かあったのか。でも話自体は分かりやすいかな。一応なんか言葉はちょっと難しい部分あるなと思うけど、まあ全部説明がされてるからちゃんと読んでれば分かんないってことにはなんないよね。ちゃんと読んでないと迷子になるよね。何だったっけってなっちゃう。ワクワクする。いい感じ。うわ、参ります。希望の光。メーズはアヌビッシュに会えました。もう全部上書きしてあげる。この輝きは患者のため。そもそも自分らがヒットポイントどんくらいあるのかがよくわかんない。このゲージでしかわかんないよね。ここがちょっとなんか難しいなって思う。いい感じ。間違えた。あいつ狙われやすいな。
かいろいろもらってるけど、あれ一個一個が何なのかまだよく分かってない。このまま戦っちゃおうか。ワールドメモリーもそういえば全然育ててないな。図が高いですわ。ワクワクする。いつでもよいぞ。すごいね。根回し完了。いつでもよいぞ。1。ワクワクする。いくよ。壊れろ。わかった。もう岩石づくのが遅かったね。合わせたらスキルのあれが1個出てくるってことだよね。どうやったら効率がいいんだろうな。2個作ってそれに合わせるようにやるっていうのを繰り返していいのかな。最後なんかしようと。OK。三の六まで、なんてこのまま行こうかなと思ったけど、まあ、まだ行けてるかでいいかな。経験値欲しいよな。まあ、とりあえずこいつを最優先に上げていこうかな。上げてるところはない。もっと強くなってみせる。そんなにも上げれるところがないか。ないな。じゃあとりあえずこんなもんでいくか。次でチャプター2がクリアになるかな。次ストーリーで2の15でおそらく最後だと思うんで、まあ、次回2が多分クリア、2の15でクリアならチャプター2がクリア。倒せるかな。ボスがなんか強かったらわかんないけど、とりあえず今回終わります。ありがとう。